皆様、こんにちは。こんにちは。東北大学病院で皮膚科の医師をしております、菊池と申します。本日はこのようにたくさんの方々に来ていただいて、どうもありがとうございました。私のお話は、今日は、知って得する肌の価格とスキンケアって、タイトルだけはちょっとかっこよいんですけれども、皮膚のことをウォークセンターの中で、スキンケアやってらしてもらってるので、皮膚に関してちょっと基礎的なことをお話ししていこうかなっていうふうに思っております。で、今日の話はまず最初に皮膚の構造と働きを知ろうっていうことでちょっと難しいかもしれませんけど、そこから始まって、あとかぶれの話をして、それから皮膚の保湿の仕組みと乾燥肌、痒い乾燥肌に関して、これはどなたも悩んでいることの一つかと思うんですけど、それについて、それから季節柄、紫外線の問題、紫外線による皮膚の障害に関してのことも季節柄多いと思うので、その話をさせていただきたいと思います。皮膚、お肌と言った方がいいかもしれませんけど、それの働きとしては一番大事なのが大事なものの一つ、外の私たちの体を外の世界から遮って、バリアとして体を、生態を守るっていうことが一番の働きなんですけれども、そのバリアとして働く、そのバリアとしては物理的な遮るっていう物理的な透過バリアっていうのがまずあります。それは体の中のお水を喪失しないっていうのがまず一番の大事な目的なんですけれども、外から有害なものが入ってこないっていうようなそういう双方向のバリアとして機能しているわけです。外からの有害なものかに関しましては、病原菌とかそういうものもあろうかと思いますけれども、太陽から来る紫外線、それから化学的物理的な刺激物質とかそういうものがあります。ただそれを物理的な防御のバリアを取ってきたものに関しましては、私たちの体は免疫反応でそれを排除しようっていう、そういう働きが備わってあります。その他体温の調節機能とか、あと感覚、痛いとか痒いとか、そういう暑いとか寒いとか、そういうことを考える知覚作用というのもございます。から発汗、汗を出すという作用とか、そういうこともありますし、あと最近重要なのは紫外線有害なものの人たものっていうふうに今言いましたけれども、一つ有益なもの、一つだけではないんですけれども、有益なものの一つにはビタミン D3 を活性化するって、活性型のビタミン D3 にするっていう、そういう紫外線によるお肌の働きっていうのがあります。で、構造、なんですけれども、これを皮膚の、断面図、右側漫画にしたものです。上の方が外側っていうことになりますけど、外側から表皮、真皮、皮下組織っていう3層の構造になっておりまして、表皮というところには肌の細胞である角化細胞っていうのがいっぱいいましてですね、こんなふうにで、たくさんこう増殖して、で下の方の紫色の下の部分なんですけど、そこからだんだん増殖して、そして分化っていってだんだん上の方に上がっていくんですね。そして角層という一番最前線の物理的防御バリアの最前線の層を作ってくれます。で、角化細胞の他には色を作るメラニン色素という色を作る色素細胞、それからあそこの表皮の中にありましたけれど、抗原提示細胞って言って、外から物が入ってきた時にそれが何か物質を認識するっていう免疫機能に関わるものが表皮の中にいたり、あとはこう行ったり来たり、免疫リンパの流れに乗ってリンパ管行って行ったり来たりしてる細胞です。から表皮、それでこっちは真皮ですけれども、真皮にはコラーゲンとかエラスチンとか、そういう繊維性の組織があって、でその他こういう血管が来たり、そういうものが神経が来たりとか、そういうものがあります。で
肌は表皮というものだけじゃなくて、この付属皮というものがありまして、毛包、毛穴ですね。で、毛包にくっついて、こう脂腺っていう油、皮脂を作るもの、それから汗を作るところ、汗を出す管、それから爪、爪もこれは角層が分あのの、あの分化したものというか、角層の一部が変わったものなので、これもお肌の付属器として、のものです。こういう構造があって、まあ日々この辺が頑張ってるわけですね。次こういうふうに、ここの一番下の基底層っていうところから頑張って増殖して、分化して、そしてお肌の最前線の角層っていうところを作ろうと、まあ日々頑張ってるわけです。ここが角層とは最終産物で、頑張ってこう作ってきて、でそこの最前線は皮膚のバリアー機能って、外の、外と体を遮ると、働きの一つなんですけど、それを司る重要な構造の一つでありますし、あと保湿ってお肌の潤いを保つのにも不可欠な構造となっております。で、何度もあれなんですけど、バリア機能がいい健康な皮膚は、外から有害なものも入ってこれないし、体の中のお水も体液も逃がさない、こういう健康な肌をしておりますけれども、バリア機能が悪い、まあ、例えば湿疹があるとか、あとは傷があるとか、そういうところは外からものが、有害なものも入りやすいでしょうし、こう入ってきたものに関してはこの免疫炎症の細胞が頑張ってくれて、それを排除するっていうような、ことをしております。これは角層のモデルですかね。こういうふうに、ブロック塀のように頑丈な、構造をして、外から入ってでこないように、内から水が出ないようにっていうふうに、こういうきちんとした構造を作ろう、そういうものを持っている肌では、肌は健康な肌っていうことになります。さて、健康な肌であっても、まあこういうかぶれっていうのは起こりうることです。かぶれには2種類ありまして、一次刺激性接触皮膚炎っていうのと、アレルギー性接触皮膚炎っていう2つのものがあります。一次刺激性接触皮膚炎、これ例えばおむつかぶれのようなもの、あとは主婦のたくさん台所仕事をするような方の手荒れのようなもので、ある一定の刺激阈値を超えれば、初回の接触でも誰にでも発症しうるものであります。まあこういうものであって、そのおむつかぶれ、ずっとこうおしっことかうんちとかずっと接触してれば誰にでもなるものであります。で、接触した部分に赤みが出たり、ひどい場合は水ぶくれなども生じることがあって、まあ、かゆいっていうことに加えて、ヒリヒリするっていう灼熱感を伴うっていうことが特徴です。それに対しまして、アレルギー性接触皮膚炎、これは感作が成立した人にだけ、そしてまたそのものが再接触した時に発症するもので、例えば漆にかぶれるようなもの、そういうものが、まあ、アレルギー性接触性皮膚炎になります。漆にかぶれる人とかぶれない人いますし、かぶれる人はそのアレルギーのが感作が成立した人っていうことになります。で、アレルギー性の方はどっちかというと、こうブツブツが、その接触部位を超えて広がる傾向があって、とてもかゆみが強いっていうのを特徴としております。これが一次刺激性接触皮膚炎、赤ちゃんのおむつかぶれのところの図ですね。赤くてペタッとした赤みがありますけれども、いろんな刺激物質がそのバリアの層である角層を通ってきてしまって、生きた細胞細胞のこの角化細胞のところに接触しますと、そこから炎症を起こす物質が、バッと出されて、皮膚がこのように、いろいろな炎症細胞が寄ってきて、で血液量も流れも良くなるので、こういうふうに赤くなって腫れてきたりします。で、アレルギー性接触皮膚炎の図なんですけど、こちらの方のように先の
赤ちゃんのお尻よりもちょっとブツブツブツが激しいですけれども、こういう特徴を持っております。最初に物が接触して、そしてあのリンパ球がこう、この T って書いてあるのが、リンパ球なんですけど、あの学習するんですね。これはあの有害なものだと。でまたそれが、不再接触した時に寄ってきて、であのアレルギー反応を弱気する、そうしたものが、このアレルギー性接触皮炎になります。でさて次にあのお肌の潤いの話に行きたいと思います。潤いのある肌っていうのは肌の表面の先ほど来言っている角層の水分量が適度に多いっていう状態です。例えばこれちょっと分かりにくいですけれども、こっちが体の外の方、こっちが体の内部の方で、角層っていうところの、水の量が潤いのある肌は適度に多く、乾燥肌は少ないんですね。で角層より下の下流層っていうところに行くと水の量は潤いのある肌も乾燥肌も同じなんですね。ですから見た目にカサカサした肌っていうのはこの肌の表面の部分の水の量が少ない肌だっていうことをあの覚えていただきたいと思います。その角層の水分をあの適度に保つために必要なものっていうものがあの皮脂あのですね。それから天然保湿因子って言って、水とくっつくような低分子のもので、それがあのお水をこの角層の内部に留めておくというものです。それはあの角化細胞由来 の, あの成分であったり汗に入っている成分であったりします。そしてあの良いバリア機能で、さっきのブロック塀のものがあの構造がきちんとしてるってことがあの良い、水を逃がさない、そして潤いの肌を潤いのある肌を保つために重要なこととなっております。で乾燥肌、乾燥肌はこういうふうに見るとあのカサカサして、あの場合によってはこういう亀裂ができて、ひび割れができて、そのひび割れの周りにこういうふうに赤くなって、かゆいっていうような症状が出てきます。後発の時期はあの空気が乾燥して、あの暖房なんかをして室内の室が低湿度になるような秋から冬の間に後発しますし、あの後発部位はあの腰からお尻とか腕とか、足とか皮脂分泌とか発火が少ない場所に出やすいです。から後発年齢は、まあ、これはあの高齢者に多い、だんだんとあの高齢になるに従ってあの乾燥傾向になってきます。それでこの乾燥肌っていうのは特徴としてあのかゆみ過敏状態があるっていうことが知られております。知覚神経、かゆいとか痛いとかそれ感じる神経が表皮の中に侵入して皮膚のこの、 あの表の方に近い部分にまで伸びているっていうことがあの示されております。でその後乾燥がよりひどくなるとこういうようなひび割れが出てきて、そこからあの刺激物質やアレルギー性物質が侵入してあのかゆい湿疹が出てくるっていうのを特徴としております。それを乾皮症性湿疹と呼んでおります。高齢者でなんで乾皮症、その乾燥肌になりやすいかっていうことなんですけれども、高齢者の肌では皮脂の分泌が少なくなるし、天然保湿因子も少なくなるしということが知られております。だから角層が厚くなってきて、あのお水っていうのはこの体の内部はたくさんあるんですけども、それがこうにじんでこう来るわけなんで、皮膚の表面のところがあのとても水分量が少なくなる、厚いためにちょっと少なくなるっていうことがあの原因の一つです。それからあのこの乾燥肌になるあの生活習慣っていうのも大事でして、あの室内暖房ガンガンするとか電気も好んでやるあの使っている方はあのより乾燥肌になりやすいし、熱いお湯で入浴する方であるとか、あるいは石鹸などを使いすぎてナイロンタオルなどでゴシゴシ洗ってしまうとかっていう方はあのちょっと要注意なんですね。であの乾燥肌ですっていうとよくあのじゃあ
あ、お水が足りないんです、肌にお水が足りないんですって言うと、じゃあお水をたくさん飲めばいいんですかってよく言われる質問なんですけれども、まあ確かに体全体が脱水になってしまっては困りますけれども、実際問題ここの真皮っていうこっちの奥の方ですね、肌の奥の方の水分の量はむしろ高齢の方の方が、水の量はこっちは多いんです。そういうことが示されておりまして、実際乾燥肌はこの表面のここのお水の量が少ない、ここの潤いが足りない状態なので、まあここにお水を供給するためには後で出てきますように、外からやっぱり補ってあげるっていうのが一番手っ取り早いです。かゆい乾燥肌を防ぐおすすめの、まあこれちょっと考えた3過ぎない3つのことをしてはいけないっていう、まあ入浴法、暑すぎないお湯でもう入っていただくといいかと思います。暑いとですね、かゆみが増すことが知られておりますし、あと、まあ、暑いと皮脂とかそういうものが取れてしまうということも良くないことです。あと洗浄料、石鹸とかボディシャンプーを使いすぎないこと、まあ、そういうのを使うのは汚れやすい部分とか汚れがたまりやすい部分を特に重点的に洗っていただきたいし、そうじゃないところは、まあ、適度に洗ってもらうのがいいですね。ほどほどにやってほしい。で、こすりすぎない。むしろ、まあ、こすらないって言った方がいいかもしれませんけれども、こすると表面の、皮膚の表面を傷つけ、まあ、湿疹ができてしまうので、手のひらでこう撫でるように、石鹸泡立てて洗うのが、まあ、おすすめです。で、その後、適度に洗った後は乾燥肌のスキンケアとしては保湿剤をしっかり塗っていただきたいんですね。で、乾いた角層に潤いを与えるには保湿剤を塗るのが一番でありまして、入浴後にたっぷり塗るほど効果的です。で、ちょっと保湿剤って水と油が混じってるんでベタベタ嫌だっていう方いらっしゃる方もいるんですけれども、こう塗った後油分で光るくらい、ティッシュが1枚貼り付くぐらいこう、まあ、たっぷり塗ってあげてください。次に紫外線用皮膚の障害について、述べたいと思います。紫外線に関しては急性の障害と慢性の障害ってありまして、急性の障害には日焼け、日焼けには3番3端っていうのがあって、こっちは赤くヒリヒリするやつですね。数日すると黒くなってくる、それが三端です。あと、知られてはあんまり知られてないんですけど、免疫機能を低下するっていうことがあります。で、慢性にずっと何回も何回も長年浴びてくると、光老化って言ってシミ、まあ、私たち日光性黒視って正式には言うんですけど、そういうものとかシワが出てきたりたるみが出てきたり、そういう皮膚のお肌の老化、それからこういう皮膚の腫瘍、出来物が出てくるということが慢性の障害の一つとしてあります。で、皮膚の老化は、まあ、暦の年齢に従って起こる真の老化である自然老化に、太陽の紫外線による慢性の皮膚障害によって起こる光老化っていうのが合わさって、それが見た目年齢を作っております。ですから子どもの時から今の年齢まで浴びた太陽紫外線が少ない方が光老化が少ない分だけ見かけに若い皮膚でいられる。まあ、秋田美人は秋田の方は鹿児島の方よりも紫外線が高緯度なので少ない地域なんですけれども、例えばシワの程度は、48歳の秋田女性と40歳の鹿児島女性は同じぐらいだっていうふうに言われて、これこういう論文から取ったものです。で、若い肌がこうだとすると、老化した肌は細胞増殖の代謝の低下に伴って、あと保湿因子の減少に伴って、乾燥肌が出てきますし、こちらの真皮の方ではコラーゲンの原生、量が少なくなるとか分解が進むとか、そういうことでスカスカなコラーゲンが少なくなってくることによってシワとかたるみが出てくる、シワが出てくるということが言えるかと思います。で、
顔面に発生しては皮膚腫瘍としてこういうものがあるので、一応良性のできものと悪性のできものとありますけれども、その中間の、まあ、がんになる手前の前がん病変というものがあります。良性の腫瘍としてはよく見かけるのはこういう老人性イボと言われているこういうできもの、脂漏性角化症ですね。それから前がん病変では日光角化症とこういう赤くてカサカサしたような、でこういう黒くてこう一見こうシミって間違ってしまいがちですけれども、よく見ると黒いところと薄い黒くないところ色ムラがありますし、こういう悪性黒色腫という悪性の腫瘍もあります。日本人はだいたい肌のその三番三端のなり方としてね、1,2,3型っていうふうに ありまして、スキンタイプの1型っていう人、この人が最も要注意、紫外線障害を受けやすくてっていう方なんですが、赤くなりやすくってあんまり超茶色くならない人、こういう人はとても DNA が傷つけられやすい人、皮膚がんになりやすい人ので、紫外線防御に最も注意が必要な方です。で紫外線障害を防ぐための対策としては、これオーストラリア皮膚がんが多い地域なんですけれども、スリップスロップスラップアンドラップっていう対策がなされています。スリップっていうのは長袖シャツ着ましょうっていうことですね。スロップっていうのは日焼け止めを塗りましょう。スラップっていうのは帽子かぶりましょう。ラップっていうのはサングラス、スラップっていうのはこのハット帽子をかぶりましょう。ラップっていうのはサングラスをしましょうっていうスローガンです。こういうことをして紫外線防御しましょうっていうことが言われてますので、分かりやすいのでちょっとこれで覚えてもらいたいと思います。で日焼け止めどういうふうなのを選べばいいのかっていうのをご紹介したいと思います。サンスクリーン、日焼け止めには紫外線散乱剤っていうのと紫外線吸収剤っていう化学物質が入ってるんですけれども、それでその強さっていうか紫外線を遮る強さっていうのは決まっていて、よく見ると SPF っていうのと PA っていう表示がされています。 SPF っていうのは UVB っていう紫外線を遮る防御指数で、 PA っていうのは UVA っていう紫外線を防御する指数であります。こっちの方は最高が50なんですね。50高い数字が高ければ高いほど防御指数が高いということになりますし、こっちはプラスが多いほど高いということになりますが、あんまり高いものは、こういう紫外線がすごく当たるような活動の時は高めを使うのがいいかと思いますけれども、ずっといつも使うとですね、こういうのって落とすのも大変なんですよね。だから、落とすのに肌を傷めてしまう、肌が弱い人はちょっとあんまり日常的に防御質が高くて落ちにくいものを使うのは問題になることもありますし、あとはこの紫外線吸収剤に関しては、かぶれの原因になることがあるので注意が必要です。適量、塗り忘れのないようにきちんと塗ってもらいたい。でスキンケアには、私たちの皮膚科医の考えるスキンケアには、基本のスキンケアとして汚れを落として皮膚を清潔に保つ、そして皮膚に保湿保護のスキンケア、乾燥やひび割れを防ぐスキンケア、そして紫外線障害から皮膚を守るスキンケアと、基本のスキンケアのほかに、美容的な付加価値を求めるスキンケアっていうのがあるかとは思いますが、こっちの基本のスキンケアっていうのを今日は大体ご紹介いたしました。で正常、皮膚を清潔にするためにはゴシゴシ洗わないで優しく洗ってほしいし、保湿乾燥肌には保湿剤をたっぷり塗ってほしいし、紫外線防御のためにはサンスクリーン、日焼け止めを塗ることが重要、あるいは長袖帽子などが必要ですので、これからの季節楽しい野外レジャーでは紫外線対策を忘れないようにしていただきたいと思います。それが慢性 の光障害というかシミシワを防ぐというかひどくしないための一つの方策であります。以上です。